で、違う。今日はコーヒーの話をしないといけないよね。あ、違うか。これ、コーヒーの動画じゃねえや。何撮るって言ってたっけ。あ、そう、自販機ね、自販機。忘れてるもんね。早速ね、ちょっと自販機の方ね、飲みながらね、向かっていきたいと思います。さあ、行くんですけどね、これ、今日ちゃんと撮れるかな。あのね、普段のビデオカメラと違って、ちょっとね、全然動画とか回すつもりなくてね、こっちの方にフラッと来てたんで、本当に完全にオフで来とったんで、私の場合基本的にそのオフで回してるんでね、オンはね、仕事が別であるんで、ね、あれなんですけど。よいしょ。もう東以上なんですよ、その自販機あるのがね。もうね、こっから近いんだよな。すぐにあったんだよな。どこだったっけ？もう一つ先かな？あ、ここだ！しまった！あー、行き過ぎた。行き過ぎた。そこか。さすがに入っちゃったから買わんと気まずいな。なんか買っていこう。さあ、ちゃかりとね、飲み物も、買ってきましたっけね。そう、この1リットルサイズのね、アールグレイ無糖があるのはね、ありがたいですよね。そう、無糖のやつがね、最近は、また復活しましたんでね、ありがたいな、っていうことなんですけど、じゃあ今回のね、メインディッシュはこっちなんです。そこにね、あるやつなんですよね。それがね、ちょっと気になっとったんでね、ちょっと試しに行ってみましょう。さっき言いましたけどね、そこがさっきのファミマですけどね、その手前のところね、なんかね、なんなんやろうと思って来たんですけど、何やってんのこれ。すげえ。野菜か。へぇー。ズッキーニでっか。へぇー。こんなの、シンシアとかもあるんだ。あれか、地元のここで取れたやつがやってんのかな。3キロ1000円、 3.2 キロ1000円だから、まあ10キロあたり3000円ぐらいだ。いいね、新米で。この場合は何なんだろう。部屋バンド、さすがにおっさん持っててもしゃあない感じがありますけど。へえ、まあ、せっかく来たし何か買ってこうかな。何がいい。ゴーヤ、キュウリいいな。うん、キュウリにしようかな。ズッキーニも好きだけど、煮物で使うか、使わんから。冷えたキュウリいいっすよね。冷えたキュウリにしよう。隣、ささげなんか持ってるんですね。で、なに、これ入れて、回せばいいの？あ、そしたら、開いて取れますよ、と。へぇ、なるほどね。おう、4本、立派なキュウリ4本で100円。あ、安いし、いいじゃん。へぇー。さ、もう暑いんで中に入ってきましたけどね。で、他にもお米とかもいろいろ売ってるんですね。1.6 キロから500円。で、そうすると 3.2 キロ1000円ですとか同じくらいか。10キロ、30円くらいの。いいですよね。その値段であるんだったらいいな。へぇー。あの、1000円のやつは、なんだろうね。なんか、贈り物とかそういう感じの、あれみたいになってますけど、なんかヘアバンドとかああいうのになってるんで、多分そういう系のやつなんでしょうね。さすがにうちで持ってても、しゃあないんで、今回はちょっとね、こっちの野菜の方にしときましたけどね。なんかいいですね、こういうめっちゃシンプルですけどいいですよね。安く買えますし、あ、こういうのあるといいなということでですね、またね、不思議な自販機見つけたら、どんどん買ってきたらいいなと思います。多分、本当にここの前で取れた米とか作ってるんでしょうね。いいね。またちょっと、こっち寄った時にはチラッと見てみて、お米あったら今度お米買ってみようかなと思いますんでね。よろしくお願いいたします。ってことで、ひとまずこの動画はこれぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。